こんにちは、花レモさん。来ましたか？マーケティングの先生がマーケティングをやってないと。まあそもそもね、マーケティングの先生だったら YouTube が圧倒的に効果があるってことを知ってるから YouTube をやらないわけないですよね。何度かお話したと思いますけど、私もね、以前ね、2015年だったんですけども、2014年、2015年って、YouTube のハンモック YouTuber っていうね、そういう風な商品がむちゃくちゃ売れた時なんですよ。1000個ぐらい売れたんですよね。その業界でも、そのネットビジネス業界でも、もう飛ぶ鳥を落とすというかね、すごい売れ行きだったんですよね。で、私の住んでいる広島市、当時住んでいた広島市でも、YouTube セミナーというのが盛んに行われたんですよ。で、私もそこに何回か、ね、出たんですよね。いろんな人が来てるなと思って。で、まあ出たら何が面白いかっていうと、まあ、YouTube の話はされるんですよ。で、その時私も YouTube のね、なんか動画2000本くらいあって、まあ、YouTube で売り上げはもうすでに立ってたんですよね。2013年の YouTube を通じての売り上げが2500万だったんで、まあそこそこの自信を持っていたんですよね、YouTube に。集客も YouTube、商品も YouTube、それからセールスも YouTube って感じだったですから。で、その YouTube のセミナーで、まあいろいろと話されて、再生数がこうやったら上がるんですよって言われるんで、やっぱ質問のコーナーでね、質問させてもらったんですよ。すいません、何々先生の YouTube 今日すごくいいためになったんで、何々先生の YouTube のちょっとアカウント見せてもらえますって言ったんですよね。まあ、そうすると軒並みですね、 YouTube を教える講師が YouTube をやってないわけなんですよ。で、中にはですね、いやこれは個人情報プライバシーなんで見せられませんって言うんですよ。でもおかしいじゃないですか。 YouTube って誰かに見てもらって再生数上がるんですよね。なんで今見せた方がここにも何人かいるんで有利じゃないですか。ったら、やっぱりアカウントのことなんで見せられないですって言うんですよ。いや別にね、ログインしてそのアナリティクスを見せろってわけじゃないんですよ。 YouTube の動画を見せていただければいいんですよと。再生数とサムネイルとそれがどんな内容なのか見たいじゃないですかって。そんな今日ね、講義の中でやったのは、もうどっかの有名な人のね、子供がおもちゃをやってるところで再生回数が300万500万って上がってるやつとか、あとヒカンキンさんのね、300万400万みたいな再生数のを見せてもらいましたけども、じゃあそれに沿って作った先生のアカウントはどうなんですか、先生の年収はとか聞くんですよ。まあ、そもそもこのね、広島に来てね、はばかりながら広島に来て YouTube のセミナー、ネットビジネスのセミナーをするのに、速稼種の久保を知らんのかいと、それは心の中で思ってたんですけどね。まあ、私もね、無名だったわけなんですよ。未だに無名ですけどね。まあ本当にマーケティングをやってるんだったら、俺をマーケティングしてないのかっていうつもりだったですね、当時はね。まあ、今はね、こうやって隠居してますんで、私のことなんて別に知らなくてもしょうがないんですけどね。でもね、たまにあるんですよ。話が弾んで、まあ広島にはね、速稼塾ってのがあるらしいですよって。何なんですかね、あれみたいな感じなんですよ。あ、それすいません、僕の塾ですって言われて、とかなって、久保さんが買われたんですかって、僕が作りましたみたいなね。で、あと絶句ですよね。あとそれとかね、やっぱりその人のセミナーに行って自己紹介タイムがあったら本当修羅場ですよ。私大体一番前なんで、一番前の一番最初に当たるんですよ、自己紹介で。自己紹介の時、私他のセミナーとかね、ネットワークビジネスの参加者の前で、速稼塾の久保ですっていうことにしてるんですよ。そしたら私のこと知ってる方がね、やっぱりその業界の方なんですよね、皆さんね、半分くらいいらっしゃって、ああ久保さんだとかなってね。で、講師の方だけが、速稼塾の久保って何って知らなくって、みんなにこう教えてもらうみたいなね。だから花屋さんもね、きっとそうなりますよ。ネットワークビジネスのセミナー行くことはないと思いますけども、ネットワークビジネスのセミナーに行って花龍馬さんが、どうも花龍馬ですとか言ったら、うわーとかになってね、花龍馬さんのコンテンツが売れます。で、そのネットワークは売れないですまあ集客嵐ですね。そんな感じでも、これが本当のマーケティングでしょ。っていうのは、マーケティングは自分に影響力があったらもう何もいらないんです。そこに行ってなんかセールスしてる人に対して、あ、それだったら僕もできますって言ったら終わりですからね。これが僕のアカウントですとかね、やらしいですねやらしい、うん、いやー、やらしい。おやすみなさい。